どうもこんにちは、さささです。では前回の続き、こちらの襖、押し入れを開けるところからスタートしたいと思います。いきます。あ、そっか、手を伸ばす系ですか。月森の鏡、これお母さんが大切にしていた。確かこの鏡を飾る台があったはず。月森広く、この鏡について書かれたもののようだ。月森の歌っていうのは、それはあなたのものよ、口伝でないと伝えてはいけないということですね。何なのこの人形、全くもう。台座に手鏡をかけた。鏡に月の光が反射している。ちょっと、まあ、光の屈折の度合いが不思議なことになっているんですが、その辺はツッコミなしで置いてあげてください。壁に映った古い楽譜、写真に何かが映り込んだ。月の満ち欠けを表しているように見える。こんな感じで映ってるんですね。月の光が反射しているって言うんですけど、月の光はどっから入ってきてるんですかっていうツッコミです。さて、ここにもうおそらく用はないので戻りましょう。2枚のお札を剥がしているので、あと1枚ですね。ちょっと確認してから行こうかな。ここの島に来てから石だったりとか水だったり薬だったりばっかり口にしてますけれども、石は口にしてないかな。お腹空かないのかな、喉乾かないのかなって疑問がどうしても出てきてしまいますね。なんか他のゲーム、モンハンとかって肉とか食べるんでしょ。ホラーゲームで肉バクバク食べてたらまたそれは台無しになりそうですけど。そっか、よし、来ましたね。この方、また名前忘れた。なんつう人だったっけな。ちょっと狭いので先制パンチ。あ、やべ、嘘、ちょっと待って、振ってなかったよ。そして鏡石ないよ。そうだよ、この前相当アイテム使ったんじゃん。あ、やべ、逃げられた。危ないな、もうこの人危険すぎる。危ない、もう見えないところから来るから。あー、遅い。ちょっとこれはカットかな、申し訳ないっす。あー、全然ダメージが当たんないな。くっそー
やっちまったやっちまったゲームオーバーだってゲームオーバーだってもういい今のところまでカットうわすげえ戻されんじゃねえのピアノ弾くとこからじゃない？マジか。ピアノ弾くところからどころか電話鳴るところからだよ。はい、カットします。ミスター。はい、ここまで戻ってきました。なげえ。セーブポイントが途中にないのがきついな。で、あの人、ほんと苦手なんだよな。どうしよう。突っ切って、扉開けらんないかな。あ、扉が燃やついてる、ダメだ。あスカソス狙ってくんな、あんた。やべ、引っかかった。やばい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 。くぅ、これもう絶対カット。復活ポイントが、あー入らない。桁が、うわー、あーダメだな。ちょっとこ、合戦水。入った。あ、めり込んだよ。どっちだ。あ、うー、もうご神髄ないって。一個しかないよ。ない、もう振るしかない。入った、よし、いけ、ゼロ。もう一発かませ。あ、よし、ヒットポイントゼロだ。どっちだ。いたー、近い近い近い。
はあはあ言っちゃったもん。そうだ、遮影機強化 し直すの忘れた。これじゃない、そっちそっち。もう体力がもう貧弱になっちゃった。一個は護身水取っておきたいな。というわけでこの職はこのヒットポイントでやっていくことになるのかな。さてどうしようかな。ここ戻ってくるまでに10分ぐらいかかったからもうちょっと進めようかな。あ、でもいっか、進めよう。ちょっとね、お札せっかく剥がしてきたので、3枚あったお札が残り1枚、残り1枚を探す旅に出たいと思います。そしたらまたここでセーブして終わりにします。しかしまたここが厄介。まずはここでほおずき人形がいるので取っておいて、これで70ですね多分。右側の体力ゲージがこう恐ろしいことになってんな。そう、70。でこれを通るでしょ。これ確か文書だった気がする。よもつきけ、うん、小警符わかんない。外に面した机の上によもつきけと書かれている古い書物が置いてある。ご先祖様に宗悦ってものすごい人がいたんですけれども、その人がまあとんでもないことをやってしまったと、大災害を、まあたびたび出てきている無垢の日っていう大災害を起こして消息不明となってしまったということが書かれています。レッツゴー。封印を全て解いた。スタンバイ。よし、早速入った。あー、ダメだ、壁の中だ。ずるいな。危ない。どっちだ、こっちか。やっちまったよ。もう今回なんだ。振り損じが多いよ。あれ、9の職のあの 6対1が一番難しいじゃなかったのねえ。1対1で負け続けなんですけど、でもいい、もうセーブしてあるから。今度はもうね、ここでセーブしてあるから、ああもう負けらんね。護身水使えって話ですね。まあですが、まあ、さっきの戦闘のところまで戻しましょう、早く。ててててて。で、ほおずき人形は後で取ってもいいかな、余裕あるときに。
撮った方が。なんか何度も撮り直すのがあんまり意味がない気がしてきた。それでお札を剥がした途端に戦闘突入なので、こっからですね。レディーゴー。入った、よっしゃ、いい角度で入ってるよ。追いかけろ。よしよしよし、あと一撃だと思ったら違うのかな。あれ、どうなってんの。やべ、仮面飛ばしてきよった。耐えられるよね。耐えられた、よかった。はい、こっち向かれる前に、よっしゃー。これでセーブして終わりにします。どうもご視聴ありがとうございました。ささでした。それでは失礼します。